キャンドルライブ実行委員会イベント委員長の高橋です、キャンドルライブは今年で9回目を迎えるんですけど、新潟県中越地震から始まって今年で9回目になります。今までずっと昨日まで、まあ雪の中もずっと 夜も準備の方をしてきました。そのおかげで今日は晴れて本当に良かったと思っています。来年、まあ、10回目となる区切りの年なんですけど、まあ盛大に今年以上にいいものを作っていきたいと思っています。